作っていきます。卵は2つぐらいですかね。よく溶きます。醤油を入れます。醤油入れて混ぜたら一度味見してください。自分が卵かけご飯にして美味しいなと思うぐらいの醤油の濃さにしてください。もうちょっとかな。気持ち醤油辛い方がうまいような気がします。うん、正直ご飯と卵だけで作って簡単で美味しいんですけど、栄養バランスを考えて具を追加しようと思います。牛肉と椎茸、クレソン、で気持ち塩をラップして、このままレンジでチーンとして火を通しちゃいます。じゃあ作っていきましょう。お茶碗1杯の白ご飯とさっきレンチンした具を混ぜてオムレツにしていきます。バターを入れます。ご飯を入れて、具を入れて、これをぐちゃぐちゃっと混ぜちゃいます。まあ卵ご飯状態ですよね。でこれでもう準備は OK です。卵入れても OK だったら入れちゃいます。全部、あとは普通にオムレツを巻くように、こう寄せてってですね、こう巻いて、よいしょ、こういい感じにこの歯型に整えながら強火で外側を焼き固めてあげてですね、反対側も焼き固めようかな。焼き固めてあげたら、まあ、中がまで完熟にならないうちに皿に開けて出来上がりです。よいしょ、はい、和風オムライスの出来上がりです。もう醤油で味がついてて、しかもあの焦げた醤油の香ばしい香りがするんで、ケチャップとかなしでそのまま食べて美味しいです。中が半熟かどうかクパーしてみましょう。このようにですね、外側は卵の皮1枚焼けてる状態なんですけど、中は半熟のトロトロ卵状態です。うまい、マジでうまい。醤油がね焦げて美味しいんですよ。本当に卵とご飯と醤油だけで作っても美味しいんで、ほんと騙されたと思って作ってみてください。こういうオムライスもありなんだみたいな、本当に美味しい。